どうもお疲れ様です。5月21日火曜日朝6時の相場解説になります。まずはね、156円突破おめでとうございますまあ月火水のうち156円には達するよってことは前々からね繰り返し申し上げていたところですけども、まあ火曜日になった瞬間もう言ってましたね。ですんで月曜日にバイのポジションを朝パラから取っていたのは大正解だったってことで、よかったよかったっていうことになります。今回はね、レジサポ転換と、あと全時間軸が上昇トレンドに入っているってことも絡めてお話ししていこうと思います。まずは今ご覧いただいている日足なんですけども、ここご注目ください。ね、大きく下髭を出した後、陽線陽線と3ペ作りましたよね。赤3ペ。まあ、日足なんでね、必ずしもテクニカルを重要に見てるわけではありませんけども、今形成中のが陰線に見えますがね、ただここを破ってさらに上の方に156円の中央もしくは後半の方に進めていくんじゃないかなと思います。ただし木曜日金曜日と材料入り始めますんで、そこになってきたらね、一方的に上に向かうっていう考えはちょっと捨てた方がいいかなと思います。あくまでも明日までの動きは上昇トレンド一辺倒でいいですよってことですからね。はい、じゃあ1時間に支配された4時間はどうでしょうか。はい、上昇トレンドきっちり書いてますね。下の方からぐーっと突き上げて、で移動平均線をぶち破った後、移動平均線に支えられるような形で上の方に突き抜けています。陰線はたまに出てるんですけども、本当にちっちゃいですよね。で陽線っていうのはもうはっきりと大きなものが続いてますと。これを上昇トレンドと言わずして何と言うんでしょうかってことになります。うん、でとりあえずはここが迫ってますね。156円の640あたり、だから156円の半ばあたりで一旦停滞する時期が来るんじゃないかなっていうのが4時間で読み取れます。同時にですよ。こういうふうなトライアングルもちょっと意識していきましょうか。ね、トライアングルになる可能性もあります。156円の半ばに達する前に下落の方に入ってトライアングル。そうするとね、ブレイクをちょっと見ていくってことになります。これはまあ、考えの隅に入れておけばいい程度です。ただこれに気づくことが大事ですよ。このトライアングルの可能性にこういう時でも気づくことが大事ですからね。はい、次は1時間軸になります。1時間軸ね。大きな陽線が出ましたけども、上昇トレンドの際っていうのはね、たまにそういうことが起きるんですよね。だからそういうのを見ていけば、このリズムっていうのがくっつけば乖離で、離れればまたくっついていくみたいなリズムを測ることができます。移動平均線は広がりながら上の方に3本こうね向かってますんで、これも上昇トレンドの特徴です。こういったところですよね。で下がるときはこういうふうにねまとまっていくみたいなところがあります。でここでもじゃもじゃしていって、またここで花開いたってことになるでしょう。でレジサポ転換の話をここでできるわけなんですけども、どこかっていうともうお分かりだと思いますが、3点天井とかね、なんとかって天井ができたって昨日も言いましたけど、ここが天井だったでしょ、ね、だからここを超えたらブレイクでバイに入ってもよかったっていうことも、これもお話ししたと思いますけども、まさにそれが起きてるわけなんですよ。で今後はこの155円の855、もっと言ったら156円すら言い過ぎかもしれませんけども、この辺りが抵抗体になるんですよ、レジサポ転換のね。だから値動きが下がることがあっても反発する可能性はあるよね。同時に移動平均線の赤いところに絡めば、そこが仕込み時エントリーポイントっていうふうに読むことができるということになります。ね、今日はいい講義でしたね。はい、じゃあ本日もよろしくお願いします。